はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやってきます。オアシスに来た。あんまオアシス感ないけど、悪党たちがね、ここで水を汲み上げてるみたいなんだけど、オーロラは今、とにかくあらゆる物資が不足してるから、せめて生命線になるからね。水は、水を取っていくぞ。こっからさて、どうやって敵を減らしていこうかな。あそこにいるのは奴隷。奴隷だよな。なんかああいう格好してるからさ、奴隷も奴隷に見えないんだよな。うん、奴隷だ。頑張れー奴隷。問題ない。ちょっと奴隷に近づいてみよう。奴隷は何の作業をしてるんだい。いや、おい、どうした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 。別に撃ちはしないよ。余計なことしちゃったかも。そこのランプ邪魔だな。上の敵が移動してくんないと進めない。ダメだぞ、奴隷仕事サボったら。撃てるには撃てるんだけどな。お、よし。ここも夜の方がいいんだけどな。これで よし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 。めちゃくちゃバレそうだけどな。よし、いいぞ。めっちゃいるな。とりあえず、おお。いや、怖え。めっちゃくちゃいる。というか明るいんだよな今外が。あー、奴隷か。まさかの人力で人力で組み上げてたのか。それは予想外だった。夜にしてここにお布団引けないかな。
生体検知器は敵と奴隷を区別するわけではないから、目視で敵を確認しないといけないんだよな。思い切ってやるしかないな。あれ、どこ行った？そこか。ハロー。お、なんか新しい武器だなこれは。うん、ここだな。かわいそうな奴隷。おやすみ。ちょっと詰まった詰まった。おい、ちょっと詰まっ、嘘でしょ、そんなことある、動けないんだけど。嘘だ。頼む、つるっと滑って出して。嘘、詰まっちゃった。ダメか、これ。チェックポイントがやり直し。こっちに来いよ。いや、やめておくよ。こっからなら大丈夫でしょう。よし。ここに挟まるんだもんな。勘弁しておくれ。で、監視と、多分これの真上あたりだと思うんだよな。で、そこの奴隷がたくさんいるところ以外に、まだちょっと生体反、いた。いや、ちょっと端っこに寄って。なんせ今明るいからな。いや、耳もいいみたいだな。から行けるか。私はネズミか。夜がいいな。ちょっと今の敵が後ろ向いてる間に、抜き足、差し足、生体反応あり。声近いな。おっ、四角ボタンが出なかった。危ねえ。もっと、とっと、一人、おや、休憩ですかな。休憩はいいことだ。パンチ。
たまにキック。またでかいマガジンだな、これは。ちょっとあいつまで倒す必要ないかもしんないけど。何か新しいアタッチメントをくれないか。うん、特に何も。めっちゃくちゃ声近いな。真上なんだろうな。後ろ側だ。あいつは今どっちを向いてる。どう見てもこっちを向いてんだよな。セーブして。セーフ。めっちゃかっこいい今の。投げナイフを2本スパーンと。いや、できれば1本でやりたかったけど。まあ、レーザーサイトを目安に。投擲する投げナイフで多分首元以上を狙わないと一発で倒れてくれないから至難の技だよそれは。敵の股をすり抜けることだってあるのに。待て待て、これシャリならん。壊れたら。待て、これもシャリならん。どこだ監視塔。監視塔つったら大体高いところにあるもんだが。ん、こっちは何もないし。お、あそこ行けんのかな。石は食いもんじゃない。あ、これだ。よし、いいぞダミール。お水ゲット。どう、アルチョム、まさか脱水症状か？分かったようだよ。休んでくれ。大丈夫？なに？いける？あんないた。襲撃か。了解。せっかく水を持ってきたのに。
戦闘準備。こっちから回り込めるか。回り込めはしないな。わあ、しかもあれはなかなかにいい装備をお持ちのようで、ちょっと整理だ今のうちに。ああでも武器は足りないんだ。どうしようかな。火炎瓶だな。いやいや、めっちゃくちゃに撃ってくる。こっちを回ろう。くそ、隠れながら行こう。ていうかこれはショットガンにつく角間がだったか。おいしい。よし、ちょっと危ない。ショットガン11発は強いよ。痛い。砂嵐がひどい。まけにこのガドリングの轟音もすごいな。よし、あのガドリングをどうやって叩く。いやいやいや、何それ、トリガーハッピー。全然リロードしないけど。よし、横から削っていくぞ。おら、よし、そろそろボスのお出ましかな。ちょっとこの辺回収しとこう。戦闘物資だって不足してるんだからな、こっちは。ああ、奴らに見せつけてやったよな。ああそうだな。まあ奴らの軍隊は今大規模な攻撃の最中で、これはバロンからの挨拶に過ぎない。一体何人いるの。700ぐらいだと思う。冗談だろ。ああ今回はついてたな。もう長居すべきじゃない。燃やす枝が足りんよ。5キロがやっとだ。犬どもが大量の燃料を持ってるわ。線路上のタンカーいっぱいにね。ゲートを静かに開ければ盗めるわ。今なら護衛もそんなにない。我々の部隊を先導できるか。できるさ。では取り掛かろう。イェルマーク、クレソ、お前たちはオーロラの準備だ。ボイラーに水を入れるのが終わったら車のタンクを空にしろ。アルジョム、ダミール、お前たちには最も重要な仕事を頼む。あのタンクを盗むんだ。了解。幸運を祈る。アンナ、イディオット、トカレフ、キャンプを撤収するぞ。あ、あの敵がたくさんいそうな感じのしてた場所か。まだ奴らと交渉できるんじゃない。試しては見たがダメだった。見返りとして女を要求してきた。それは無理だ。アルチョム、そろそろ出発の準備も終わるけど、あの偽装が解かれた船に捕らえられていた奴隷たちの姿が頭から離れないの。もしあなたが彼らを助けてなければ、彼らは何の希望もなくあそこに閉じ込められたままだった。
あなたらしいわ。本当にありがとう。この誇りにはうんざり。早くここから抜け出したいわ。無茶はしないで。私に必要なのは生きている夫で、死んだ英雄じゃないのよ。あ、まあ、ラストライトのバッドエンドでは死んだ英雄になっちゃうんだけど、これは自分の行った、まあ、奴隷を解放してあげたのは完全にサブ要素だから、してなかったらしてなかったで、また、アンナが喋る内容が変わったんでしょうな。はい。水は回収したから、今度は燃料だ。ありったけの燃料。そしてバロンもまた大勢来るんでしょうな。もうそろそろ砂漠地帯を抜けるのも、ん？あれは仲間、仲間だよね。はい、よし、それじゃあ。アルチョムおじちゃん、アルチョムおじちゃん。はい、おじちゃん。よ、たっぷり持ってきたから。お腹がタプタプになっちゃった。そりゃ飲みすぎだわ。おじちゃんも飲んで。イエルマークおじいちゃんは好きなだけ飲んでいいって言ってた。イエルマーク、本当にパイパー持つのか？輸送中ずっと使わないといけないんだぜ。でもこれ、まあ、たくさんあるにはあると思うんだけど、すぐにまたつきそうだな、これ。まあいいでしょう。じゃあ次回は燃料を奪いに行くぞ。今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。